どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は家族のデッキがね強化されましたんでやっていきましょう。宝玉十デッキと言えるかどうかは微妙ちょっとねこの辺のモンスター一回ちょっと無視してもらっていいですか。この辺のちょっとモンスターは一回ちょっとあの後で説明するんで一回抜いてもらって考えてもないでもらって何が強化されたかっていうと、この虹の駆け足っていう万能サーチ、いつも言ってますよね、短い文章であればあるほど遊戯王は強い。この文章を見てください。デッキから宝玉魔法トラップカード1枚を手札に加える、短い、素晴らしく短い。こういうカードがね強いんだよ大体。で単一制限ついてないから何回でも打てる。このカードはめちゃくちゃ強い。で何持ってくるかっていうと、今まで通りのその宝玉の祈りっていうのもあるんだけど、これなんですよね、新しく宝玉集結っていう、私プレミアム加工がありました、やりました、これは当たり。このカード結構強くて、まあ、OCG でも宝玉十デッキ使ってる人だったら多分絶対入ってんじゃないかなと思うんだけど、一ターンに一度自分フィールドの表側表示の宝玉十モンスターが戦闘化効果で破壊されるとデッキから宝玉十を特殊化できるよっていう、まあ、要は宝玉十の継戦能力を上げるよっていう効果と、あとこのマネジバンね、魔法トラップゾーンのこのカード と、自分のフィールドの宝玉十カード、まあ、要は2枚使うんだけど一応そのカードを、持ち主の手札に戻しますよっていう、まあ、要は再利用ができるってことですね。これは僕もちろん送っちゃうけど、その宝玉十モンスター、例えばペガサスとかって結構再利用するの強いじゃないですか。だからこういうモンスターを再利用できるってのはすごい強いですね、この集結化で。なんとですね、リンクスにはありえないスキルがありまして、これありえないほど強い宝玉十使いだったら、これ何このスキルみたいな思うと思うんだけど、知らない人はこれめっちゃ強いじゃないですか。受け継がれる宝玉、手札を1枚から3枚もちろん送って宝玉十カードか宝玉十モンスターをデッキから魔法トラップゾーンに置くっていうスキル、これすげえ強えんだもん。これをその使うと絶対にどんな状況でもその宝玉カードは置けるんで、1枚以上は。だから絶対妨害できるんですよ、持ってれば。で今最大宝玉の、祈りと集結と駆け足があるんで9枚入れられるんですね、デッキに。9枚、めちゃくちゃ多くないですか、9枚って。その魔法トラップをで9枚のカードが入れられて、さらに簡単にスキルで置けるってことは絶対妨害できるんですよ、絶対に妨害ができる。先行とかだとやっぱ絶対妨害できるってすげえ強いから、このパーツを多分ねこれからも呼ばれると思う、宝玉出張パーツと呼びます。ペガサス3、駆け足3、祈り3、集結3っていう、12枚合計の、これがね宝玉出張パーツなんですよ。これを入れてるだけでどんなデッキでも絶対妨害をすることができます。だから後の例えば20枚入れてしたとしたら、残りの8枚をアタッカーにできればいいんですよ、結局アタッカーにできればいいんですよ。で8枚で機能するアタッカーって何かなっていろいろ考えた時に、まあ結構いろいろあるんですけど、まあいろいろ試したのはサイキックリフレクターとか、まあ、召喚獣とかいろいろ試したんだけど、やっぱ一番ね簡単なのはやっぱり知らぬいだね、墓地から出てこれるし、召喚獣も使わないで結構進行できたりするんで、だから結構やっぱりこれ強いんですよね。この要は6、7、8枚のセット入れておくと困んねえ。まあリフレクターとかもありやけど、リフレクター召喚獣使うんで、やっぱ墓地から出てこれるって強いですよね。これがなんかやっぱ決めどこかな、このなんか8枚と、出張パーツ12枚をぶち込んだ、まあ知らぬい宝玉デッキ、宝玉知らぬいデッキ、まあ呼び方取っちゃうんだけど、まあ、そういうデッキに今回はなっております。家族は添えるだけです、はい、宝玉十好きな方申し訳ございません。やっぱりねやってみたんですよ、俺も宝玉デッキやってみたんですけど、やっぱ辛い。多分ねやるんだったら究極宝玉陣が来てからの方がいいかなというふうに考えております。はい、ということで宝玉出張パーツの妨害性能の強さ見せていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、闇遊戯選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。これは強そうやな、これは強そうやな。ちょっと圧縮だけしておこうか、圧縮だけしといて、
これで、スキル発動を、で、宝玉の襲撃ちょっと捨てて、で、サファイア、で、知らぬいの、モノノベの召喚、モノノベの効果発動、さあ、全然関係ねえ、宝玉とは全然関係ねえモンスター出てくるぜ、レベル2、あ、じゃあ、レベル4、知らぬいのモノノベにレベル2、妖刀知らぬいをチューニング、シックの召喚、刀神知らぬい、さあ、お前誰やねー、お前誰やねー、モンスターを、シンクロ召喚してターンを終了するぜ。さあ、二妨害だ。大丈夫か、闇指選手。ちょっとフィールド足りんだよな。これさ、フィールド、魔法トラップゾーンが4個あると二妨害なんですよね、ここで。もう。めちゃめちゃ強いんだけど、まあ、霊神の静電は全然、問題はねえ。オッケー。そこまでは把握した。そこまでは全然オッケー。モーレフ。オッケー、おじさんオッケー。おじさん効果で、刀髪裏オッケー。はい、オッケーっす。オッケーっす。いいよ、全然いい。だからどうすればいいかっていうと、まず、とりあえず、集結だけは発動してよくて、ちょっと待ってね、考えるわ。後ろあるのか、後ろある。前破壊して後ろバック戻し、どっちでも同じっぽいな。猛烈戻しかな。で、次のデッキトップドローし、まあ、ドローじゃなくてもいいけど、置いてペガサス置いて、あ、ペガサス来た。そんなにいらない、そんなにはいらないけど、ペガサス置いてこれちょっと召喚するの怖いですね。召喚するの怖いんで、一回こうしましょうか。スキルでこうして、で、祈り効果でバック除去。はい。これが二妨害の強さ。あ、融合準備 OK。よしね、先行強いっしょ。だってこっから俺まだ召喚剣使ってねえから、墓地からシンクロしてペガサス出すからね、これ。ペガサスだ出てシンクロできるんで、こうして、で、こうでしょ、はい。で、まあ、どっちもいいんだけど、アンデッドスカルテーも出すじゃん。はい。で、効果発動すんじゃん。ワンドローワンセすんじゃん。どっちもいいんだけど、これすんじゃん。で、こうじゃん。で、ペガサス召喚じゃん。で、ペガサス効果発動すんじゃん。これどうよ。どうこれ。この妨害性能。マジで。やっぱね、先行ゲーぶっちゃけ先行ゲーさあ、お相手の方、闇マリック選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。さあ、闇のゲームが始まるぜ。シュラリーのモノノベの影物の効果発動、自身をリリースし、妖刀シュラリーを特殊召喚。そしてスキルの効果を発動したいぜ。カオスハンター強いな。じゃあキャッシーでもいいよ、別に。あ、オッケー。因果切断で受け継がれる方、因果切断してるんか。もっと強いハンドってことか。なんだあのハンドは。ハンド分からんけど、まあこれって、まあ二妨害噛まれるんだよね、これ。二妨害とか、まあ一妨害で実質。まあ行ってこいで二妨害だね。コストが足んねえんだよな。だから、まあ魔法トラップゾーンマジで4枚欲しいなっていう感じはするね。宝玉はなんかちょっと若干リンクスのルールに殺されてるっていうのはあるかもしれん。やっぱね、4枚か5枚あるとめちゃめちゃ妨害構えれるんだけど、やっぱ3枚だとどうしてもなんかコズミックサイクロンとかでなんかそれどっちか除外されたらなんかもう終わりみたいな感じに結構なりがちなんですわ。いや、シュトロンベルか。なるほど。はい、なるほど。いいっすよ。ああ、それ全然いいっすよ。全然いいです。で、墓地送っていただけるのは全然よくて、で、まず祈っていく。しっかりと祈っていく。まず顔半ぶち殺していく。闇のゲーム OK で、我のターン。あ、いいね、いいんじゃない、いいんじゃないので、スキル発動していく。まずは安全に着地をさせるべく、サファイアペガサス置いてからの祈っていく。さあ、祈りまくっております。
祈りまくっております。お前さ、なんかさ、人のカードを破壊するのはデュエルじゃねえみたいなこと、あのいつも言ってんじゃん、ヨハンさんって。なんか祈りってさこの人のポリシーガン無視してないですか。なんかモンスターその相手のカードを破壊するのはなんか違うぜみたいなことをなんかよく言ってない、ヨハンって。なんかちょっとどうなのみたいなとこありません、この人。ちょ、祈りとかいうカード連打しすぎでは、ヨハンさん。それはなんか自分の主義に反するのでは。で、戦神シラニーの効果発動、対戦対戦ありがとうございました。えい、家族はコスト、対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、インリンオブジョイトイ選手、よろしくお願いします。ユル3倍、あー反動結構強いけどな、まあ先行欲しかったなって感じ。あー、オッケー、あー強いね、めっちゃ強くないこれ。俺やっぱさ、この影物をさ、あの能動的にさ墓地に送れるってやっぱめっちゃ強いと思うんだよね。でさ、これで妨害すんじゃん、これでこうやって虹の駆け足でこれ持ってくんじゃん。で、ここで要するに、これ召喚して、で、まあレベル2の中央出してくる。で、6シンクロはとりあえずするわけですわ。まあレベル上昇みたいに先行で炎神をあの立てることはできないんで、それ難しいんですけど、刀神修羅に出していく。で、これでやってることめっちゃ強いんだよな、やっぱ。ここで好きな像、受け継がれる宝玉、影物墓地乗って、サファイアペガサスで妨害2枚構えて、これ強くない、普通にこれ強いんだよな。バトルしましょう。で、刀かもしれないでダイレクトアタック、これで、次のターンだから、6シンクロもいけるし、8シンクロもいけるね。手札に物の部がいるんで10もいけますね。これめっちゃ強いわ、やっぱ影物墓地送れんのすげえ強え。コズミックサイクロン、いやそれ辛いんだよな、分かりてー、それは分かりてー。いやそれ除外されんの一番きつい、スポーは。あー強い、それは強い。これ発動する意味ない、発動する意味ない、やばい。いや分かりてやー、これ。そう、あのね、弱点言わせてたわ、あの宝玉のあの祈りとかあの集結って結局その宝玉カードがないとつかないんで、あれですね、サファイアペガサス除外はね、めっちゃきつい、めっちゃきつい、これ。これ妨害できんくなったわ、やばい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 。ダークバージャーでスポーは、いや、やばいこと起きてる、やばいこと起きた、やばいこれ。いや、なんだよこいつ、御用ディフェンダーとか強すぎだろこいつ、やべえよやってること、やばい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 。ディフェンダーとかもこいつ強すぎなんだって、なんでこのポンポン出てくんだよ同じやつが、おかしいだろ、一人にしとけよ、すぐ仲間呼ぶなって。あー強い、強いよー、戻すのやめてよ、墓地送ってよ、せめて。あー何も使えねえこれ、これ何も使えねえな、これ何も使えねえわ。3枚持たないんだ、なるほど。ヒルドミラクルシック、うわー終わったくせー。いやこれは分かりてやった、これは分かりてやった。いや本当にその人気カード1位のコズミックサイクロンがちょ、やばいやばいこの盤面コズミックサイクロンきついって、やっぱきついな、コズミックサイクロンきつい、やっぱきついわ。